指ドラム。猫も指ドラムを勉強してます。白頭、角野郎が前ね、練習して下手くそで挫折してたみたいですけど、猫はちゃんとそこは考えて自分が楽しめるように、いろんな、セオリーをね、編み出したんで、それをね、皆さんと一緒に共有して、指ドラムが、なんて言うんだろうな、年をとって生涯にわたる趣味になってもらいたいなと思って、この動画を作りました。指ドラム。こうした、指でね、叩いてドラムパターンを作るっていうのは、YouTube なんかでもよく出てはいるんですけども、意外にね、機材の問題だとか、まあまあ、やっぱり技術の問題とか、いろいろあって、なかなかね、とっつきがたくて、自分でやっぱりあえていざやってみて、そこから学ぶことも結構多いかなと思います。指ドラムをやっていて、これは大事だなと思った点が3つあります。まず一つ目は、とにかく指ドラムが楽しくなること。楽しくてしょうがない。また、こう、いつでもなんかリズムパタパタ叩きたくなるなっていうような気持ちになるようにしなきゃいけない。楽しいということが一つ。二番目は、機動力ですね。機材が、ちっちゃければちっちゃいほど、どこでも持っていける。どこでもやれる。まあ、ライブもそうだし、練習もそうだし、そうしたことができるように、なるべくコンパクトなものにして、新しい、その、なんていうの？次世代のドラムっていうのはこういうものかなっていうのを実現していくのが大事なのかなと思いました。そして、3番目が、ビジュアル的にかっこよくないと、よくない。上手い人のね、YouTube なんかでよくあるの。こうやってね、ちっちゃいところ、狭いところを、チョコチョコみたいな感じでやったりとか、あとはこういうね、パッドを使って、なんかね、ビュービュービュービュってやってるんですけど、まあ本人は楽しいかもしれないけど、やっぱ見た目にかっこ悪いですよね。なんか、せせこましいみたいな感じ。小技ばっかりになってしまうので、できればね、ドラムっていうのは、こう大きいモーションで、バーン、ビャ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 ンみたいな動きの中であった方がいいかなと思います。ということで、ちっちゃいところに細かいフレーズを入れるんじゃなくて、やっぱ二つに分けて、大きく、ダイナミックな感じで動けるようにっていうことで、機動力。そして、なんですか？かっこよ、見た目の、見栄えの良さ。それから楽しさを考えると、このコルグのナノキーを2個つなげるのがいいかなと思う。これナノキースタジオっていうものなんですけども、ナノキースタジオじゃなくて普通のナノキーを2台でもいいかと思います。1台だとうまくいかないことがあるんです。2台やっていいことっていうのは、連打ができるっていうことですね。1台だと、なかなか打ちづらい。細かいところだし。そしてもう1点が、ここの、打てないところです。普通であれば打てない、距離としてね、片手では打てないようなところを、できてしまう。具体的にどういうことかっていうと、例えば、8ビートの、ハイハット、バスドラスネア。右手で1個でできちゃいます。でも、ここだと、届かないんですよね。そうすると、という感じでね、両手が使われてしまうわけですね。距離があるっていうことで。でも、ここで、このライドシンバルが、上下にあることで、親指を今度はね、今までは中指で、右手の中指で、ハイハットを出すの、今度は親指で、というように、縦につなげて、ここの
空間を狭めるというようなテクニックを使うことが、この二台合わせの、こう一つの醍醐味かなというふうに思います。サンバみたいなのとかね。こんなジャズでできてしまうわけですね。そうですね。こっちでスネアも叩ければ、こっちでスネアも叩けるので、というような感じで、かなりバリエーションに富んだ、他ではできないようなアプローチができるかなと思います。やっぱりドラムを叩くときの気持ちよさですね。デン、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 チュッ、デン、デン、デン、みたいな感じで、その自分のグルーヴ感をしっかり出せるようにするっていうことですね。こんなリズムマシンなみたいな感じじゃなくて、っていうような、気持ちよくね、乗れる自分のビートを作れるようにっていうことを心がけるっていうこと。そしてもう一つが大事なのが楽しいと思える大事な点っていうのが音ですね。音色です。これはね、猫はソニック紅茶社のムーンキットっていう、ブラシが使えるドラムに特化したドラムセットなんですね。それからマレットだったり、もうちょっと細い棒を使ったような音とかも出るんですけども、この音は本当に、ライブの音もいいし、タムも渋いですよね。ジャズ系の音とかもそうですけど、やっぱロックの音とかでね、さっきの、ニュークリアバーみたいなね。こういうアクセント、スネアのアクセントとかが、すごく綺麗ですよね。こういう音を使って楽しいなと思ってしまいます。ただまあもちろんね、お金がなくて、でも、パソコンさえあれば、パソコンとそのキーボードさえあればできるという意味では、このね、使ってます FL Studio という曲作りのアプリですね。これデモ版無料で、ダウンロードできます。そしてダウンロードした後で、このね、Flex という音源を使います。Flex はこれも無料でついてるんですけども、この中の General MIDI Library のドラムジャズキットとか、ちょっと選んでみて、これで叩くと、ちょっと安っぽいんですけどね。キーを離すと、ミュートされちゃうので、サステインボタンを押して、ライドシンバルがさっきのムーンキットとちょっと場所が違うんですけども、まあ、手の届く範囲で。なんていう感じで、やろうと思えば、無料でできてしまいます。まあ、こんな感じで、ドラム、指ドラムを始めてみたいなと、というように思ってるので、これから何回かに分けて、指ドラムを猫が教えていこうと思います。じゃあね、バイバイ。にゃ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 。